はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv です。と早速本日のお題を読んでいきます。すごい、今手をこうやってやった瞬間に画面の色は変わった。まあいいや。今回のお題は、幸せな死の瞬間から遡って今どうすればいいのかを考えることが大切。こちらのお題を今から読んでいきます。目標と目的は似たような意味を持ちながら別物です。目的が最後のゴールとすれば、目標はその前に立ちはだかるたくさんのハードルです。一つハードルをクリアすれば、また次のハードルがあります。次々とハードルをクリアしていくことは、目標を達成していくことです。小さなハードルでも、それを乗り越えれば確実に最終的なゴールである目的に近づきます。走っている本人がしっかりゴール、目的を意識し、そこに近づくために目の前のハードルを乗り越えていくからです。ゴールを意識せずに、ただ闇雲に走っていたのでは、いつまで経ってもゴールへたどり着けません。人生も同じです。あなたが今目標を乗り越える前に、まず向かうべきゴールを設定しなくてはなりません。進む前に進む方法を定め、この目標は本当に目的に近づいているのかを今一度見直してみる必要があります。あなたにとっての人生の目的とは何でしょうか。あなたにとっての人生の目的とは、幸せな人生を指します。私だけではなく、世界共通、みんなの願いです。では幸せな人生を決める決定的なポイントはどこにあるのでしょうか。それが死の瞬間です。人生の最終地点とは死の瞬間であり、その瞬間から逆に遡って今を考えていく必要があります。いい人生だった、良い人間関係に恵まれ、自分の人生は幸せそのものだった。人間は誰でも死の瞬間に思い残すことなく、この世を去りたいと思います。死の瞬間に自分の人生を振り返り、本当に良い人生だったのかどうかを判断します。幸せだったかどうかを判断するのは、死の瞬間に分かることなのです。若い頃から死を考えるなんて縁起が悪い、そんな声が聞こえてきそうですが、そんなことを言う人は今しか考えていない視野の狭い人です。視野が広い人は、自分はいずれ最後は死ぬことも分かっていて、それを視野に入れた上で今を生きています。若かろうが大人でも、いずれにせよ最後には死ぬことは曲げようのない事実なのです。すべての人は人生の最終地点として死の瞬間から考える必要があります。ほとんどの人が今死の順番で人生を設計しようとします。しかし本当の幸せな人生設計は、死、今というふうに死の瞬間から今に遡り考えていく必要があるのです。今現在から未来を考えるのではなく、未来から今現在を反対方向で見ていくのです。未来とはいつのことを指すのかというと、すなわち死の瞬間です。死の瞬間に心から喜べる人生だったと思えるような人生を、死の瞬間から逆算して今を作っていく必要があるのです。良い人生を考えるには、今現在から考えません。今現在のことばかりにとらわれていると、目の前の欲ややるべきことを間違えたりしてしまいます。見栄を張って一軒家を買った挙句、何十年ものローンの返済に苦しむ未来になる。肩書きや地位を追いかけて仕事をした結果、健康を崩し入院してしまう未来になってしまう。既婚であるにもかかわらず不倫をして家族崩壊という未来につながってしまう。今を中心に見るということは、人間でいう主観的になっているという状態です。周りが見えなくなり、正しい判断が自分ですらわからなくなります。しかし未来から今を見ると、客観的になることができます。
これは未来の幸せにつながるかどうかが分かるようになります。大胆ですが、あなたの人生の最終地点は死の瞬間です。死の瞬間から今を考えていると、これは自分の幸せにつながる道ではないと客観的に判断ができるようになります。死の瞬間を視野に入れて考えることが大切です。この世から去る瞬間に、なんて幸せな人生だったのだろうと心から思える人生を送れるような人生設計をするのです。今日の格言。幸せな死の瞬間から遡って、今どうすればいいのかを考える。確かに。過去にとらわれてないで、そう。未来。未来から来るもの。未来、ゴールを設定して、その設定したゴールを何をしていけばいいのか。そのゴールに向かって何をしていけばいいのか。うん。自分で何言ってるか分かんないけど、自分の頭の中では分かってるので、自分で考えてください。それではまた。バイバーイ。